です。ここみです。にゃーにゃーチャンネル始まるよ。今日は筆箱紹介をします。イエーイ。前で振り出しちゃったのでもう一回紹介したいと思います。はい、ちゃんとね紹介してくれるそうです。はい。では今使っている筆箱を見せてください。せーの。あ、ここみちゃん変わった。バービー。はい、どっちから紹介してくれますか。はい、じゃあここみちゃんの筆箱です。はい、まず外から筆箱は、はい、こちらバービー。バービーちゃんだね。かわいいリボンがついてる。かわいい。あとなんかここの、うん、なんか団子みたいお団子団子じゃないみたい。なんか丸いのがいっぱい、うん、じゃあ開けてみます。はい、裏は、裏は何か書いてるね。ここで、はい、開けて、開けますね。中身はこんな感じ。鉛筆はこちらの、これ赤鉛筆。見てこれね、キャップだね、うん、なんかこの鉛筆が細いから、うん、芯が出てくるはみ出ちゃうパターンだね。だから私はこうやって書いてます宿題は、宿題は丸くなったら、丸くなったら削ればいいが、あ、そういうことです。はい、で、あとのはこちらの可愛い猫ちゃん。鉛筆5本じゃないの？5本？猫ちゃん。いや、私は6本かな。猫ちゃん。5本なんだけどね、なんか、うん、いや、6本じゃない、6本。6本、わかんない。ここみちゃんの定規、こちら。本当これね、私が1年生の本当カーズって書いてある。これ私が1年生の時もらったやつ。本当。それでこれがここみちゃん1年生の時もらったやつ。あ、これは何？学校でもらった、うん、もらったやつ。定規。定規。定常時これ保育園でもらったやつこれ2つ使ってるってね、うん、よく使うのがこっち。私の方、うん、よく使うのがこっち。黒いんだよ、ほら、うん、よく使ってるんだね。こっちの方がよく使ってる、うん、消しゴムは普通のね、あの、モノ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 、よく消えるモノ細いよく消えます、私は濃くから。そうなの？筆箱の中に入ってたものはこちらということだね。消しゴムね。消しゴム。あとペンも、この消し。あ、あとペンもね。名前のペン。あ、うん、ネームペン。ネームペンね、あのね、予備に持ってった。入ってるですね。このね、筆箱はチャレンジタッチのチャレンジ。うん、チャレンジでね。あの、努力賞ポイント。努力賞。努力賞のポイントで。貯めてもらっていいですね。じゃあ続いてはセラちゃん。はい、じゃあまず外から、うん、これね、この間も見たやつ、はい、海からもらったタレ、うん、去年、去年、今年はまた違うやつ、うん、まずはここに2つ入れます、うん、それでここの柄が猫ちゃんになっ て、ここにね、黄色で字が書いてあります、うんうん、けどね、太いからさちょっとランドセルにいつもぎゅう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 押し詰めないと入んないよね、うん、あの教科書とかも多いから、うん、もう使い終わったやつも入ってる、うん、え、新しいやつとか。そうなの、もうパンパンだもんね、教科書で。私はね、じゃあ、ね、では中を見ていきます。はい、これね、超ぺっちゃんこなんだけど、超ぺっちゃんこだよねこういうみたいな。あ、中身変わりましたね、はい、この間なんか、ここみちゃんのさ、前回なんかこの手がいっぱい入ってたけどね。うん、もうね、え、今も入ってるでしょ。入ってないよ。え、なんで、うん、もうあの手は好きじゃなくなったの？いや、もう変えたの、可愛くしたいで。うん、定規と定規ボロだな、これボロ、これね、英語のゲーム。あと、赤いやつも短いでしょ。消しゴムと、ほらなんかいっぱい出てくんの？ハサミとキャップ、あとキャップ、あとペン、蛍光ペンだね。あ、まだ出てくる友達からもらったやつでね、前ここにつけてたんだけど、うん、もうそれ外してからもうここにずっと入れてある。そうだな。まず鉛筆はこちらです。6本、クランクマと、これは何だろう、うん、なんで消しゴムがこちら。はい、ちょっとね、あの最初使ってたローラー消しゴムなんだけどね、塾のカバンに入れたものだったから変えた、うん、ネームペンと、あ、
じゃあもうあったほとんどないよこれ、ここまでだよ、なんか新しいの買ってくださいませ。蛍光ペン、ハサミと定規です。はい、あと、のりです。もう変えようかな、はい、以上です。以上です。またね、新しく筆箱を変えたら紹介します、ね、まだ変えないと思う。セイラちゃんの定規がちょっと汚かったので、ココミちゃんがくれました。でもね、家に可愛い、可愛いのある、あるんだよ。またそちらも持っててください、学校に。あ、塾の筆箱を紹介する。シャーペン1本と定規1個と消しゴム1個。超少ない。私は、はい、いかがでしたでしょうか。よかったでしょうか。ごく普通の中身ですよ。はい、ね、今度はもっと可愛くなるんでしょうか。はい、次回の時はもっと可愛く揃えた時に紹介しましょうね。はい、じゃあね、まあ、次回の時はしーちゃんの筆箱を変えた時かな。もう10月が楽しすぎて、もう頭が空っぽになって。なんで10月楽しいの。ククが習ってから、ククが急に好きって知るの。ココミちゃん勉強ね、好きだよね。私勉強嫌い。じゃあココミちゃんが習いたてのククさんのダウン発表してくれるそうです。お願いします。お願いします。え、上から下から。上からでどうぞ。さあ、いちごさんだけ。せーの、3、1が3、3、2が6、3、2が6、サザンが9、3、4、12、3、5、15、3、6、18、3、7、21、3、パ、24、3、9、27。大正解。え、違うよ。そうだよ。なんかさ、3回目ぐらいにさ、スザンヌ食っていった？行ったよ。あれ？はい、お疲れ様です、ココミちゃん。今のところ、2の段、3の段、5の段？ 5、2、3。最後に並んだ1の段だよね。うん。1の段なんてそのまま。そうだよ、だってまだだ。今のところはこの辺で、今日のじゃんけんじゃんけん。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。負けた人はグーだよ。チャンネル登録はこちらのボタンだよ。